じゃあ一つ個人的な目標があれば、それでいい。90年代終わりの、まあ、ロンドンが舞台になっておりまして、登場人物は3人で、主人公はキラさんっていう30代の女性です。実は3年前まである男性と不倫関係にずっとありまして、そこに突然その不倫関係だった相手の息子が、まあ、やってくるところからお話が始まって、まあ、この男女の関係っていうのがどういう関係だったのか、で今何をしたいのかってことが、まあ徐々に明らかになっていく。あいつによく言われたよ。あなたは自分の人生を生きて。私があなたの元を去ったのは6年以上もあなたと寝てたのが奥さんにバレたからだと思ってたけど。男女関係がこう縦糸になって話は進むんですけど、その置かれている社会的立場だったり、その中で自分はどう生きていくか、人に対する敬意の示し方の問題なの。フランコ人じゃない。お話自体が90年代の終わりなんですけど、今でも全然こう実は続いている、資本主義の社会で生きていれば絶対ぶち当たっていく問題、非常に今の話だなというふうに思うと思います。あなたの願いは叶いました。あの頃はイライラしてたんだ。つながりを感じられなくてね。あなたは自分の息子を巻き込んでるの。本当に役者さんたちが自分たちでこう体に落としていくことだったり、想像したり考えたりっていうのを率先してやってくださってるんだなっていうのを感じるので、役者さんが紡いでくるこのストーリーみたいなのを肌でなんかこう頭だけじゃなくて一緒に感じてもらえたら嬉しいなと思ってます。